にちは、春風涼しでございます。今日のテーマはですね、最高の音質をね得るための、リスニング環境、ヘッドホンについてご紹介したいかと思います。でですね、まず最初にご紹介するのが、普段私がですね録音現場で使っているヘッドホンでございますよ。これね、ちょっと改造してありますけれども、この機種は何かというとですね、ブブビョーン見えるかな、ソニーのですね、定番、MDR-CD900ST っていうスタジオ用ヘッドホンです。でそれにですね、こういうですね、サードパーティー製のですね、イヤーパッドをつけておりますね。これね、純正の、イヤーパッドよりもこう深くてですね、耳が完全にこう隠れる、こういう感じでございますけれども、完全密閉の形で、外からの音をなるべく減らして、でマイクから拾った音を完璧に聞くというようなイヤーパッドになっております。でこれね、左右色分けされているので、パッド、掴んだ時に現場でね、すぐにすることができるというようなメリットがございます。ということでね、これがね、映画の現場では定番中の定番かな。で、いろいろと改造をしています。これね、こうやってペコペコーンってこう折りたたんで、カバンの中ペコッと入るようにしててですね、これはですね、純正の、もう一個ね、この一個下の機種があるんですけど、それ用の折りたたみの部品を買ってですね、部品だけで買えるんですよ。この900ST はね、いろんな、全部ね、この辺の細かい部品全部注文してですね、買えることができます。だからこの辺のね、こういうのも全部注文で、別にね、メンテナンスするのに部品ごとに変えて、自分で直すことができるし、改造業者さんなんかもあります。それで僕はね、この折りたたみのね、バンドに変えてますよ。それからね、ケーブルもね、もうこんな短いの、要するにこのヘッドホンした状態からミキサーまで届けばいいんでね、この短いのを使ってます。で現場でね、他にもね、いくつかね、イヤホンとかね、ヘッドホンとか、あるんですけど、これもう一個ね、これカナル式のイヤホン型のやつですけど、これシュアの、なんだっけ、名前がね、215っていう、1万円ぐらいのね、ちょっと 高級イヤホンでございますけれども、これもね、いい音なんですけど、現場でね、こうつけたり外したりするのにちょっと手間かかるんで、あまり使ってないかな。ちょっと出先で編集するとかっていう時に、簡易でこれ持ってったりすることがありますけど、基本はこっち、やっぱりね、パーンってつけて、パーンって外してから、こうやって片耳だけ出してとかね、そういう使い方するのに便利なんでね、これ、対応しております。これ現場用ですね。からね、カバンの中ちょっとね、今ね、持ってくん、ケースだけしかないんだけど、これピエール中野さんってね、ミュージシャンの方が開発に関わっているピアホンっていうね、イヤホンなんですけれども、1600円なんだけど超いい音。現場でちょっとつけたり外したりするのはめんどくさいんで、このイヤホン型あんまり使わないですけども、一応カバンの中に入れといてですね、もし壊れた時とかね、ヘッドホン忘れてきたとかね、いろんなことの対応のために、とりあえずカバンの中にこれが入ってて、これ音いいのでね、非常に重宝してます。安いしね、1600円ですよ。1600円で素晴らしい音ができますね。そしてですね、最後にね、もう一個ご紹介するのは こちら、見たことありますかね。これね、スタックスというね、日本の老舗メーカーさん、今資本はね、中国になっちゃいましたけど、品質変わらずですね、日本で作っている、静電容量型ヘッドホン、昔はね、イヤースピーカーなんていう言い方してたけど、その呼び方やめたらしいんですが、ここにね、大きなね、薄い薄膜 の板が入ってて、そこにですね、570V って電圧、真空管みたいだよね、電圧かけて、その電圧のところに音をかけると、こう板全体が静電容量でこう、静電気の力っていうかな、電気容量でね、ペペペって触れるので、音を出すっていうことでね、要は、半分透けてんだけど見えっかな、これね、すごい薄膜で、見えねえね、そっちからじゃ見えねえかもしれないな、
のヘッドホンでございます。でそれを動かすのにこれが ドライバーユニットなんですけど、これで570ボルトを作って音を出すんですけど、まあこれが音が超いい、何スピーカーで聞いてる音に近いんだけど、スピーカーの音よりもまあ優しく、なんていうのかな、ね、楽器が右斜めこの辺にあるとか、この辺で歌ってるとか、この辺で叫んでるとかね、そういうのがね、低音が非常によくわかる。それから低音も非常によく音が出てるので、まあ、音楽なんか聞くとね、ベースのコーナーにコントラバスのさ、木が鳴ってる感じがわかる、弦だけじゃなくてね、まあ、そんなようなヘッドホンなんですけども、これはね、MA って最終的に音の調整する時の、中間の段階でこれかけて調整したりしています。微妙な音が聞こえるし、ただね、聞こえすぎないって良さもあって、どうしてもね、この辺のスタジオヘッドホンっていいんですけど、ちっちゃなノイズとかね、そういうのまでがね、結構強めに聞こえる。だから現場ではノイズが多いなみたいなのを発見するのにとってもいいんですけど、普段こうなんていうの、完成品を聞くときにはこれだと、細かいノイズが聞こえすぎちゃうので、MA がね、いつまでたっても終わんないっていうか、神経質になっちゃうね。それはこういうイヤホン型のやつでも同じ。ちょっとね、耳にこう密着しすぎてるんで、消さなくてもいい音も聞こえてきて、それ消したくなっちゃうんでね、結構MA がね大変。に対してね、こっちだとね、嫌な音がそんなに聞こえてこないので、まあこれで MA やっとけば程よくいけるかな。それはスピーカーでやってもそうなんですけどね、スピーカーでも程よくいきますけど、この辺のねヘッドはね、聞こえすぎるんで、やりすぎちゃうからね。なのでこのぐらいの、これでも高いんだ。これね、いろんなヘッドホンがあるんですけど、型番言うとね、 SRL500M2 って言って、まあ、これだけで8万円ぐらいだったっけ、そんなもんかな、7万円ぐらいだったっけ、ぐらい、5万円ぐらいだったっけ、忘れちゃった。まあいずれにしても数万円するんでございます。この上にももっとね、 SR700 って、それ1個10万円ぐらいするのかな、というのがあって、その上もっと何十万円みたいなのもあるんですけど、まあまあとりあえずこの形の、まあまあ中くらいっていうか、下から2番目ぐらい、この下300というのがあるのかな、でまあっていうのがあって、でこれはドライバーは SRMD10 つってですね、こいつはね、デジタルの DAC だから、USB 接続して、デジタル信号を、音声信号を受けて、それを音に変換してくれるんで、まあ編集の時はですね、 MA の時はこれで DAC にしてやってますから、アナログ入力もねあって、普通にまあまあアナログの、ステレオの音声入れてあげてもできます。で電池内蔵してるんで、外でもできます。まあ、ただしね、そんなに電池持たないな、3時間ぐらいかな。で結構重たい、これ何 300g か 400g ぐらいあるんじゃないので、結構ねクソ熱くなるんでね、まあモバイル用途にはまあ使えるけど、モバイルであんまり使ったことはございません。重たいんでね、でかくてね。なのでまあまあこの2つ、これが8万か9万か忘れちゃう、両方で14、5万した感じかな、のユニット使ってますけど、まあこれは要はどこでも音の編集ができる、 MA ができる、スピーカーに近い形でできる。ただこれオープンイヤーなんですよ。これね、こんなガボッとなってるんだけど、音はねガンガン溢れます。だから編集してっとね、周りの人は迷惑するぐらい音はバンバン出てますよ。でも逆にね、外の人が喋った声も聞こえるので、編集してる時にいろんな指示受けたりするのは、これなかなかよろしゅうございますんで、まあ、簡易スタジオでね、やるときにはまあこれいいですよ。自宅とかで編集するね。でもちょっとクソ高い。でも買ったら超ハッピーということでですね、今回春風鈴さんのですね、ヘッドホンのご紹介をいたしましたけれども、いかがでしょうか。まあまあ皆さんね、現場使うにはね、これこの ST CD900SD
を買って、まあ、改造するなりして使うのが一番いい。やっぱりねヘッドホンが悪いと、いい音作れないです。まずは聞く環境ね。これはほら写真とか動画でモニターが重要なのと一緒なんで、ヘッドホンいいものを使っていただけるといいんじゃないかなということで、春風涼しさんでございました。